リスペクト宣言を行います。私たちはサッカーの力を使ってスポーツからそしてこの社会から差別を撲滅することができると信じ、この目標に向かって突き進むことを誓います。皆さんも私たちと共に差別と戦ってくださるようお願いいたします。横浜FCキャプテン長谷川達也。誰もがサッカー、スポーツを安心、安全に楽しむ権利を持っています。暴力、暴言をしない、させない、そして許さないことを誓います。私たち一人一人のリスペクトの力、大切に思う心で差別、暴力のない世界を作り、守っていきましょう。目の前まつり